トラマンの朝は早い。家族の誰よりも早く目覚め、歯を磨き、なんだみんをして、顔を洗って、子供たちにちょっと気を配り、それから目を磨きながら外へ出る。そして新聞を読む。また税金の値上げか。だが彼はトイレが長かった。通勤電車でシュワッチ。行ってきます。行ってきます。気をつけるのよ。あら、あなたまだいたの。本当に毎朝トイレが長いんだから。やっぱり今日も遅刻しそうだ。大変だ。電車じゃとても間に合わんぞ。飛んじゃえ。やっほー。どんな問題。お父さんだって空さえ飛びやが遅刻しなくて済むんだ。ウルトラの星憲法第12条、公園以外の上空を飛行することを禁止する。しかし会社が。みんながみんな超音速で空を飛んでたら、建物のガラスが吹き飛んだり、電波障害でテレビが映らなくなったりすることは知ってるだろうが。罰金は全部で8万円だ。そんな。君、手を切ってどうすんの。あ、すいません。まったく毎日これだもんな。どうして今日はこんなに暑いんだ。ラッシュだけでも暑いのに。なんでこんなやつが隣に座ってるんだよ。よりよってこんだけ離れりゃ大丈夫だろう。温度は寒すぎる。こんなやつまで。まったく、もう。なんだ。電車の中でバナナ食うなっつうの。ここなら。くそい。親父さん、ちゃんとなんだみんしてから出てこいよな。できたら体中ったく、もう、ちょっと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 、足踏んでるんだけど、あのですね、ああ、僕はそんな趣味はないっちゅうに。電車の中に僕の居場所はないのか。おお、天の恵みだ。ちょっと、そこは私の席なんですけど。ん？はあ、ただ浮かんでるだけのやつにどうして席が必要なんだ。ああ、財布がない。ああ、いや、俺もない。私もない。いやいや、この中にスリがいるんだ。スリだ。こいつが怪しい。さっきからうろうろと歩き回ってたぞ。吸ったお財布返してよ。ふざけないでください。僕が財布を盗んだですって。そうそう、待ちなさい。いいですか、僕は正義のヒーローウルトラマンですよ。人様のものを盗むなんて、そんな悪いことできるわけがないじゃないですか。どうしても僕を疑うっていうなら証拠を見せてください。僕がどこかに盗んだ財布を持っているという。持ってますね。これはつまりその。誰が正義のヒーローだって。
いやそのなんとか言ってみろ。よいしょ。スリアルミシュワッチ。もうなんでこうなるんだよ。まったく電車なんて嫌いだ。減点3点、罰金3万円。え？だいぶたまったな。はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。はい、じゃあ今度ぜひポンタの店で。よし、みんなご苦労、今日の仕事はここまでだ。販売部販売課第一販売係係長第二補佐ウルトラマン、ただいま出社いたしました。君今何時だと思っとるんだね。バルタン部長、申し訳ありません。先輩のいないせいで大変だったんですからね。カネゴン君すまん。私軽蔑しちゃうわ。そんなことじゃ君は一生出世の見込みがないかもな。なんで空さえ飛べたら、戦うことさえできたら、あんなバルタン部長なんか一発でやっつけてやんのによ。なあ、そうだろう君。わかるわかるぞ、あんたの気持ち痛いほどよくわかる。ヒーローだったこらよかったな。おばちゃん酒。あいよ。昔はよかったな。懐かしいな。おばちゃん、このさま生焼けだよ。うん、忙しいんだから我慢してよ。しょうがねえな。ちょっと焼けすぎが食べ頃なんよ。そうかい。ウルトラの星憲法第9条、むやみやたらと光線技を使ったり火を吹いたりしてはいけない。わかってるね。減点10点、罰金10万円。そんな。まあ元気出しなってさあ。ねえ、ちくしょう、あの頃に戻りたい。マイダリー兄ちゃん。じゃあじゃあまたな。サラリーマンのウルトラマンはうだつの上がらぬダメ男であった。だが負けるな、頑張れウルトラマン。愛する家族と住宅ローンのために。マッコの息子、マックンの通うスクスクスクール。おはよう。レイ。授業参観でスワッチ。わー、ちょっとちょっと。そこには厳しい校則がある。その1、廊下を飛んではいけない。プシュード光線だ。何の放電光線だ。ほら、エリスケ、何やってんだ。その2、校内で光線技を使ってはいけない。ごちそうさま。ほら、残さずちゃんと食べろ。だって人参嫌いなんだもん。その3、給食を残してはいけない。ひどきし、
その4、残した給食を火炎で焼いてごまかしてはいけない。学校の規則を、学校の規則を。ああもう！おじさん、いつもすみません。生徒たちには厳しく言ってるんですが。ああ、明日は授業参観だでな。綺麗に直さんとな。授業参観。かっこいいところ見せんのよ。今日はお父さんもお母さんも出かけるから、ちゃんと留守番してるのよ。うん、わかった。お父さんがこれだけいい男だと、マックも鼻が高いだろうな。何しろかつての正義のヒーローだもんな。いっしょっと、うん、どれにしようかな。あなた、早くしないと遅れちゃうわよ。お前こそ何慌ててるんだ、パックしたままで。あら、やだ。うん、お前パック取ってもあんまり変わらんな。ニニちゃん頑張って。先生、これは不公平じゃありませんか。せっかく参観に来たんだ、うちの子の得意な種目もやってくださいよ。わかりましたよ。とりゃーみんなとりゃーいけジリオン先生、これも不公平だと思いません。勝手にしてくれ。シーコー、こっち向いて。あなた、やってるわよ。うん。あ、あら、我が子ながら立派な姿だ。ほんと。みんな、注目。最近学校の校則を守らない者が目につく。そこで今日は、父兄の見ている前で規則について話し合ってもらいたい。まったく親のしつけがなってないからそういうことになるんですよ。先生、いつも真っ先に廊下を飛んだり光線技を使うのはマックン君です。委員長の僕が言うのだから間違いありません。バルオのやつ覚えてろ。親子揃ってバルタン星人に頭が上がらないとは。いいじゃないですか、子供にはそれぐらいの元気があったって。父兄は口出ししないように。すいません。あとそれとエレスケ君、ひどきち君、ドラカズ君です。今委員長に名前を呼ばれた人はちょっと立って。さあ、父兄の前でもう規則違反はしないと誓えますか。そうだ、君たち誓いたまえ。ドラカズ、誓うことはねえぞ。お父さん、だいたい俺ら空を飛んじゃいけねえっちゅう規則が気に入らねえんで。そうだ、この羽は一体何のためについてると思ってんだ。これはうちわじゃねえんだぞ。俺もな、一言言いてやねえ。電気屋の人に息子が放電光線を禁止されちゃ商売手伝いねえじゃねえか。俺も前々から思ってたんだ。たまには息子の吐いてくれた火でタバコを吸ってみたいってね。親のくせに何ていうことを言うんですか。たかが教師のくせに親の断りもなく子供に指図するな。なんだと。私の教育の邪魔をする者はたとえ親でも許さんぞ。ウルトラオーラー。裏切り者。嘆かわしいわ、子供の喧嘩に親がしゃしゃり出るなんて。所詮は元悪役怪獣さん。そうだ、これは悪なんだ。今こそ僕の正義が求められているんだ。よし、今日こそ僕は
ヒーローとして復活するぞ。シュワマックンよ、お父さんの強さを。校長先生、安心してください。悪は僕がやっつけました。何が悪だ。学校のものをこんなに無茶苦茶にしよってからに。お呼びでなかったみたいですね。親が学校の規則を破ってどうするんだ。なに、シュワッチ。ああ、息子の面目丸つぶれ。こうしてウルトラマンの正義感は空振りに終わった。時代はもはや正義のヒーローを必要としていないのだろうか。それでも飛べウルトラマン、急げウルトラマン。疲れた心を癒すためにウルトラマンは家族を連れて生まれ故郷へ向かっていた。わあ、田んぼがいっぱい。田舎じゃ思う存分空を飛んでもいいのよ。スペシウム光線は好きなだけ放射なさい。お父さん、ジュース飲みたい。お父さん。まあ、お父さんたら久しぶりの故郷なんで感慨に浸っているのよ。よし、愛する子供たちに故郷の素晴らしさを、自然の偉大さを教えてやろう。マック、メル、見るんだ。あれがお父さんの生まれ育った故郷の家だ。おーい、おーい、兄さん。シュワ、生まれ故郷でシュワッチ。よう来たの。兄さん、子供たちに故郷の自然の素晴らしさを教えてやりたいんですが。あ、そりゃええ。牛車ば貸してやるすけ、ゆっくり見学してこい。だども、スイカ畑だけは荒らせんでねえぞ。スイカ畑、とうとう作ったんですか。んだ、長年の夢だったけんども、ずいぶん苦労したんだじゃ。兄さん、よくやりましたね。マック、メル、お前たちも何事にもへこたれない故郷の人の根性を見習うんだぞ。はあ、まあ、お父さんたら。ああ、心が安らぐな。あ、カエルさん。お父さん、これじゃ歩いた方が早いんじゃないの。何を言ってるんだ。このスローモーションのようなのんびりした感じが故郷の素晴らしさなんじゃないか。故郷の大地の匂いを嗅いでみろ。ぐずえ、それ牛の糞じゃないの。お父さんたら。これがお米の元だ。これがあるから僕たちはご飯が食べられるんだ。さあ、マックン、メル、よく見なさい。お、子供たち。二人とも自由に空を飛び回れるのが嬉しいらしくて。なんてことだ。せっかく故郷の素晴らしさを教えてやろうとしているのに。こらー、お父さんの説明を聞かんか。嫌だよ。
稲がお百姓さんの血と汗の結晶が許せ。どこへ隠れた。ウルトラ投資光線、そこだ。やったな、スペシウム光線でお返しだ。ウルトラビーム。お父さんに加工など10年早いわ。のどかだわ。スイカ畑なんて不正よね。スイカ畑、お父さん。どうしよう。まあお父さんったら。なんだ、泊まってことばっかり思ってたべな。いや、それが友人の家に泊まることになってたの、突然思い出したもんですから。どうもお世話になりました、はい、なんだか世話しねえな。お父さん、どうするの。帰るしかないだろ。明日の朝まで列車ないわよ。ん、盆踊りだ。この際だから踊っちゃいましょうか。うん、よし、もうやけくそだ、行くぞ。お父さんったら。誰だろう。ジラコちゃん。トラちゃん、とうとう帰ってきたのね。僕もだよ。どうして手紙くれなかったの。都会の暮らしは何かと忙しくてね。都会のネオンがあなたの心まで変えてしまったの、ひどいわ。そのハンカチーフ。そうよ、10年前あなたが都会に旅立つ日にプレゼントしてくれた木綿のハンカチーフよ。ギラコちゃん、泣かないで、これで涙を拭いてくれ。泣くことなんてないさ。僕は都会で一旗あげて大きな会社の社長になるんだ。そうなったら君を呼び寄せるつもりだ。二人で温かい家庭を作ろう。トラちゃん、ギラコちゃん、その日まで待っていてくれるね。トラちゃん、ギラコちゃん、あの頃は理想に燃えていたな。トラちゃん、私あの約束を信じて今日まであなたを待ってたの。じゃ、君はその美貌を持ちながら結婚もせずに。一途にあなたを思ってたの。ジラコちゃん。ねえトラちゃん、答えて。あなたは大会社の社長になってそれで私を迎えに来たんでしょ。いや違うの、そうじゃないの。いや、ちょっとねえ、はっきり答えて。もしそうじゃなかったら私悲しくて悲しくて。お父さんったらどこ行ったのかしらね。あ、お父さんあそこよ。あ、ギラコちゃん、泣くことなんてないさ。じゃあ、そうだと思う。僕もまだ独身だ。妻も子もない気ままな一人暮らしさ。そして社長に出世して君を迎えに来たんだ。ジラコ嬉しい。お前たち。まあお父さんたら。故郷の素晴らしさってこのことだったんですね。いや、これはその。お父さんってどういうことなの。一人暮らしとはどういうことよ。一体いつ社長になったの。なんとか言ったらどうなのよ。はっきりさせるまで逃がさないわよ。なんだか悪い予感。こら、おめだぜ。俺の大事なスイカ畑ば荒らしたな。おじさんだ。どうしよう。まずいわ。急に帰る隙、おかしいと思ったら案の定だべ。あ、
目立つ、一体どうしてくれるぞ。黙って寝て何とか減ってみろや。まんず逃げ足の早いやつらだ。トラちゃん、私いつまでも待ってるわ。こうしてウルトラマン一家は都会へ飛び立った。もう二度と故郷の土は踏めないかもしれない。それでも頑張れウルトラマン、君は一応正義のヒーローなのだ。いやー、この新型車なんて素晴らしいですよ。悪いけど先月車買い替えたばかりなんだ。そこをなんとかお願いできませんでしょうか。いらんよ。いいでしょうこの車。あー最高だね。だどもほら運転免許証持ってないだでよ。そうですか。また今日も一台も売れなかったな。シャッ！セールスでシュワッチ。もたもたモータースで車のセールスマンとして働くかつてのヒーロー、ウルトラマン。彼はここ2ヶ月もの間一台の車も売っていなかった。先輩、どうしたんですか？いや、僕のグラフがね、もっと伸びないもんかと思ってね。そんなの簡単ですよ。本当か？僕がこのグラフを伸ばしてあげましょうか。頼むかね、ゴン君。いや、僕はいい後輩を持ったもんだ。ほら、できましたよ。そういうことじゃないと思うんだけど。今月の部長賞を発表する。先月に引き続きギャンゴくんがトップセールス賞だ。ギャンゴ、ギャンゴ。ウルトラマンくん。はい。君にも家族があるんだろう。はおりますが。だったらクビにならないよう頑張って売りたまえ。あ、はい。ねえあなた、今度の休み旅行行かない？じゃあ海にでもドライブに行くか。そうじゃなくて月とか地球とかへロケットで宇宙旅行に行きたいのよ。そんな、宇宙旅行なんてお金がかかるだろうに。でもセブンさんの奥さんだって毎月宇宙旅行に出かけてるのよ。バルオ君もこの前行ってきたって言ってたよ。私も行ってみたいね。頑張って稼いでたまには連れてってくださいよ。そうだな、家族で旅行も悪くないかもな。やったよかったよ。親のクローム知らんとはしゃぎやがって。頼みますよ、売れないと困るんですよ。いらないよ、パトカーがあるんだ。いつもあんなにたくさん罰金払ってるじゃないですか。1台ぐらい買ってくださいよ。あのな、あの金は俺の懐に入ってるわけじゃないんだからな。そう言わずにお願いします。この通りお願いします。転職ですって？ああ、僕は物を売るのが苦手なんだ。じゃあ何になるの？正義のヒーローにカムバックする。でもこの平和な街には悪なんていないから正義だって必要ないと思うわ。そうだよな。それに我が社にウルトラマンさんがいなくなったら寂しくなるわ。社内のアイドルからそんなこと言われちゃやめづらくなるじゃないか。お願い、やめないで頑張ってセールスに励んで。デッドキングさん。よし、勇気が湧いてきたぞ。僕の本当の実力を見ていてください。今朝5ドラまでお届けするんでしたね。いくら手伝ってくれたって車は買わねえよ。ですからカタログを見ていただくだけでいいんですったら。お待たせいたしました、ミルクはお入れしますか？じゃあエレキング電機ですが、エアコンお取り替えに参りました。ああ、ご苦労様です。よし、終わった。しかしお宅のエレスケ君は立派ですね。
まだ小学生なのに一人前にお父さんのお手伝いができるんですから。いくら息子を褒めたって車は買わねえよ。おお、エルキングさん、汗が。おお、これはありがたい。あんた気が引くねえ。そうですか。でも車は買わないよ。なんか嫌な音。いやー、ゴドラさんすまねえ。火災報知器のランプ壊しちまったよ。明日必ず取り替えに来ますから。いや、困ったな。今すぐ取り替えてもらえませんか。しかしこの後も仕事がぎっしり詰まってんでさ。実は今日消防庁の方が火災報知器の立ち入り検査に来るんですよ。そりゃ参ったな。エルキングさん、ここは一つ僕に任せていただけませんか。素人に何ができるってんだよ。いえ、僕が立派に火災報知器のランプの代わりを務め上げてみせます。ランプの代わりを務めるだと。いらっしゃいませ。消防庁の者ですが、火災報知器の検査に伺いました。ああ、ご苦労様です。こちらへどうぞ。あれ、ランプの形がおかしくありませんか。そんなことありませんよ。なんだか少し小さいような。絶対。マジ。このランプ、今喋りませんでした。気のせいですよ。そうかな、確かに今。壊れる。やめて。やっぱり喋ってる。そんなわけないでしょうが。しかし。疲れてるんですよ。早くお帰りになって休んだ方がいいですよ。最近忙しかったからな。よし、早く検査を済ませて帰ろう。それがいいですよ。スイッチオン。スイッチオフ。君、ちょっと黙っててくれない。はあ、すいません。スイッチオン。君。あ、すいません、昔ボーイスカートにいたもんで、その時の癖が抜けないんです。どうも君の言葉に反応しているような気がしてならんのだ。スイッチオフ。やはりおかしい。スイッチを触ってもいないのにランプが消えた。何を言ってるんですか。今私がスイッチを切ったんじゃありませんか。しかし。さ、早くお帰りになってゆっくり休んだ方が体のためですよ。そうかな。いやー、疲れた疲れた。ようやく今日の仕事が終わったよ。ご苦労様です。あ、ところで消防庁の検査はうまくいったかい。あ、そうだ、早くウルトラマンを出してあげないと。エレキングさん、検査は無事終了いたしました。かわいそうに、狭いところに長時間いたもんだから酸素が欠乏してしまったんですよ。気に入った。ここまでやってくれる男はめったにいねえ。俺も鬼じゃねえんだ。血も涙もある怪獣だ。よし、車を買ってやるぜ。ありがとう。こうしてウルトラマンは首を免れた。うちじゃ売るほどあるんだ、売るほど。あら、ここは車の販売店。しかし、セールスの道は険しく果てしない。負けるな、ウルトラマン。第一販売部第一販売課勤務、カネゴ。へえ、カナじゃなったかない。ただいま花嫁募集中。体重見合いでシュワッチ。彼の洗練されたシティ派感覚にはどんな女の子でもよろめいた。お嬢さん、この世は悲しいことだらけだ。さあ、僕の胸でおなき。
などということは一度もなかった。むなしいな。カネゴンさんがお見合いするって本当？ああ、彼もそろそろ結婚していい年頃だからな。わあ、私お見合い何着ていこうかしら。こらこら、メルはお見合いに来なくたっていいんだぞ。つまんないの。あなた、これ、この方どうかしら。どれどれ。お嬢様、女子大卒で現在は自宅で花嫁修行中、親は大会社の重役ですって。これは我が社の取引先のウーカンパニーの専務の一人娘じゃないか。条件としては申し分ないと思わない？なかなかの美人だ。あの、ご趣味は何ですか？生け花とお三味線を少々。それは素晴らしい。あなたは？貯金です。まあ、頼もしい。ウーコさん、そんなうつむいてばかりじゃ相手の顔が見えないでしょう。だって恥ずかしくって。そんなこと言わずに顔をお上げなさいな。はい。思った通りの素敵なお方。ウーコさんもお気に召したようね。じゃあ、あとは若い二人でよろしくやってくれたまえ。カネゴン君、頑張るんだよ。はい。僕は一目で気に入ってしまいました。あなたとなら温かい家庭が築けそうな気がします。私もあなたを愛してしまいそうですわ。いいんですか？愛の言葉をささやいてくださいませ。愛してます。結婚してください。これが愛というものなのね。喜んでお受けしますわ。誰って、何言ってるんですか。たった今婚約したばかりのカネゴンじゃないですか。いや、感激だな。僕もとうとう結婚できるんだ。そうだ、早速結婚式の準備を始めなくっちゃ。いや、めでたい。本人もさあ、皆様拍手でお迎えください。新郎新婦の入場です。神様、こんなの嘘よ。ではウェディングケーキにナイフを入れていただきましょう。おい、ナイフよこせ。それが、ナイフが見当たらないんです。あった、ナイフがあったぞ。えでは改めまして、新郎新婦にケーキにナイフを入れていただきます。人のアイスラッガーを何だと思ってるんだ。それでは皆様お待ちかね、新郎新婦に愛の誓いをしていただきます。カネゴンさん、君はウーコさんを妻として一生愛することを誓いますか？誓います。ウーコさん、あなたはカネゴンさんを夫として一生愛することを誓いますか？誓いません。なんだって？そりゃねえだろ。バルタン君、なぜだね。それが私にもさっぱり。ウーコさん、これは一体どういうことなんだ？ごめんなさい、カネゴンさん、つい今日まで急びれてしまって。けれど見合いであなたはカネゴンさんを。いえ、私が見合いの時好きになったのはカネゴンさんではなくて。なんとかギリギリ間に合った。私が好きになった人はウルトラマンさんです。なんだ一体これはどうなってんだ。冗談じゃねえ、とっとと帰ろうぜ。まずい、このままお客様方を怒らせて帰らせてしまったのでは我が社の信用が丸つぶれだ。ウルトラマン君、ここは一つこの場を収めて我が社の信用を傷つけないためにも、君がカネゴン君の代わりにウーコさんと結婚してくれ。冗談じゃないですよ。まあまあ、そう固いこと言わずに。僕の立場はどうなるんですか？君はちょっと黙っててくれ。儀式が終わるまでそこで休んでてくれ。
私からもお願いする。ウルトラマン君、ウーコと結婚してやってくれ。僕には妻も子もいるんですよ。上司の命令に逆らう気か。しかし、いいな。あ、皆さんご静粛にお席にお付きになってください。ただいまより改めまして、ウーコさんとウルトラマン君の結婚式を取り行います。そんな、なんだか知らんが今度はウルトラマンと結婚するそうだ。まあとにかくめでたい。では皆さん、盛大なる拍手をお願いします。これは一体どういうことなの？ではウーコさん、あなたはウルトラマン君を夫として一生愛することを誓いますか？誓います。ウルトラマン君、君はウーコさんを妻として一生愛することを誓いますか？さあ、会社のために誓うんだ。ウルトラマン君、あなた、ウルトラマンさん、お願い誓って。誓えるわけ。寝たのが。やっぱり私を愛してたのね。当たり前じゃないか。雪の中に取り残されてしまった。ここでカネゴンは立ち上がった。ウーコさん、この世は悲しいことだらけだ。泣くなら僕の胸で泣いてくれ。ウーコさん。そしてとうとう彼の愛はウーコに通じたのだ。などという奇跡は決して起こらなかった。ウルトラの街一番の豪邸、この中に町一番の大金持ちが住んでいた。ウルトラマンキング、彼こそはウルトラマン一族の伝説的英雄。伝説的英雄、英雄。彼の300万歳のバースデーパーティーは明日に迫っていた。相続争いでシュワッチ。このウルトラマンキングのパーティーに招待された名誉あるウルトラの戦士たちがいた。ウルトラマンレオ、職業流しの歌手。ウルトラマン太郎、職業銀行員。ウルトラマンエース、職業小説家などなど。そしてウルトラマン、職業サラリーマン。さて出かけるか。ん？何をする？久しぶりだな、ウルトラマン。お前は偽ウルトラマン。さよう、私は偽ウルトラマンだ。今さら昔やられた仕返しをしようというのか。そんな無駄なことはしないさ。今日のキング氏のバースデーで彼の莫大な遺産を誰に相続させるかを決めるという情報を得たものでね。なんだって？だから貴様に成り代わって私が財産を頂戴しようというわけだよ。そんなかわいそうだが投資してもらう。さてと出かけるか。あなた許しませんからね。今日はずっとうちにいるって約束だったでしょ。お父さん、大間さんしてくれなきゃ嫌。だって今日はキング氏のパーティーなんだぞ。行かせてくれないの？ダメです。父ともあろう者が家族との約束を破っていいと思ってるんですか？太郎のとこは相変わらず親子仲睦まじいですね。ええ、太郎が何か粗相しないかと心配なもので。
いつまで経っても子供なものでして。いやー、親子の仲がいいっていうのは実に素晴らしいことです。あー、すまんすまん。いやー、ウルトラマンさん久しぶり。キング氏へのプレゼントを買うのに手間取って遅れてしまった。プレゼント僕も買いましたよ。キングさんの好物のミトナット。どうよ、ウルトラマンさんは何よ。いや、私の安月給じゃ大したものも買えなくてお恥ずかしい限りですが。その絵は幻の名画モナリザの苦笑い。こんなつまらないもので喜んでもらえるかどうか自信はないんですけどね。おい、一体どうしちゃったんだ。なんでこんな高価なものを。もしかして宝くじでも当たったんですか。なんだその不敵な笑いは。皆さん、今日が一体どういうパーティーなのかご存じないようです。今日はキングさんの300万歳のバースデーパーティーでしょう。今日はキング氏の持つ莫大な財産を誰に相続させるかを決める日なのだ。なんだって。ま、このプレゼントの心のこもり方を見ればキング氏はおそらく私に財産をくださるでしょうな。そりゃそうだな。ウルトラマンさん、ずいぶん汚いですね。プレゼントなんかでキングさんの心を釣ろうとして。財産はこの中でただ一人、立派に社長にまでなったこの俺がもらうべきだ。何を言うか、ヤクザまがいの地上げと土地転がしで儲けたくせに。なんだと。そうです、僕のように一流銀行という社会的信用のある職業についている者こそが財産をもらうべきなんだ。親のコネで入社しただけのくせに。いつまでも親離れできないガキに財産なんて渡せるか。なんてことを言うんですか。いや、全くその通りだ。貴様らにはやったなんて。そうだ、一番強い者こそが財産を相続するべきなのだ。うわ。財産は私のものだ。お父さん、一体どこ隠れちゃったのかしら。お父さん、しっかりして。こうしてはいられない。キングさんのパーティーに行かなくては。ダメです、天井の掃除とガラス拭きだけは必ずやってもらいますからね。ああ、今日は財産の相続人を決める大事なパーティーなのにな。財産の相続ですって。あなた、何掃除なんかやってるんですか。早く行きますよ。キングさん。ウルトラマン、私は決めたよ。君だけにはビタ一門の財産も与えないと反省しよう。しかし他のみんなは一体どこへ行ったのか。あなた、そんなこと気にしないでどんどん食べましょうよ。ウルトラマン、一体どこへ行きよったんじゃ。ウルトラマン。いや、遅くなって悪かったね。お先にいただいてるよ。さあ皆さんもお食べになって、とっても美味しいわよ。どうしたんだみんな、そんな顔して。どうしたんだですって。よくもまあ抜け抜けと。恥ずかしくないんですか。え、何のこと。下げな、な、何をする。あれだけ汚いことをしておきながらまだとぼける気か。汚いこと。ウルトラの一族ともあろう者が財産を独り占めしようとして暴れ回るとはもってのほかじゃ。それは誤解です。おそらく僕になりすました偽ウルトラマンの仕業です。よくもそんな見えすいと言わけよ。あれは。ウルトラマンがもう一人いる。そうです、あれが偽ウルトラマンです。キングさん、洗礼光線で正体を暴いてやってください。まばり
ちゃしょうがねえ。ウルトラマン最大だ。迷惑かけたな。さあさあ改めてパーティーを始めましょうか。ウルトラマンの疑いも晴れたことだし、いや、めでたし、めでたしですな。全然めでたくないんだよ。この落とし前どうつけてくれるのよ。シュワジシュワジダダダダダシュワジ。まったく、なんて日だ。こうしてウルトラマンの正義のヒーローとしての名誉と誇りは守られた。だが今の彼にはかつてのヒーローの面影はどこにもなかった。頑張れウルトラマン、明日こそヒーローになるのだ。